新潟米ハッピー大使に任命されたよ。でもそんなの関係ねえ、ねえ、そんなの関係ねえ、ガチャ新潟米はやっぱり美味しい。でもそんなの関係ねえ、ねえ、そんなの関係ねえ、ガチャ米米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 。みんな知ってる？新潟県の米は農家さんが一生懸命作ってくれているんだ。お米は稲から作られて、稲の赤ちゃんは苗って言うんだよ。春になる頃から苗を育てる、田んぼに水を張って田植えの準備が始まるよ。苗が育って暖かくなったらみんなで田植えをするんだ。無事に秋にお米ができるまで農家の皆さんはお米を大切に育てるんだ。一粒一粒に愛情がこもってるっていうわけだから、ご飯を食べるとき、いただきますって作ってくれる農家さんにありがとうっていう気持ちを忘れないでね。でも一番忘れちゃいけないのはご飯を作ってくれる人。お父さんやお母さん、家族の人にもありがとう。でもそんなの関係ある、にそんなの関係ある、ガチャ新潟の愛はやっぱり美味しい。でもそんなの関係ある、にそんなの関係ある。